新静岡駅は、静岡県静岡市青井区高城一丁目にある、静岡鉄道静岡清水線の駅である。同線の起点である。駅番号は S01。以前は、車両工場も併設されており、鉄道線並びに、軌動線車両の車両を受け持っていた。また、静岡市内線が健在だった頃は、当駅が、 静岡清水線との乗り換えターミナルとなっていた。改修前の3番線ホーム。2009年1月3日、年間800万人以上の来客と100億円を超える売り上げのある新静岡センターであったが、開業から40年以上が経ち、ビル自体も老朽化しており、バリアフリー化が遅れていることや、敷地面積の3分の1程度しか建物として高度利用されておらず、 専門チームを編成し、大掛かりな改築プロジェクトを進めた。設置者の静岡鉄道は、2009年1月31日の営業をもって新静岡センターを一時営業休止とする方向で、入居テナントに退店または契約継続の協議を進めていることを発表した。新しいターミナルビルは、旧ビルとバスターミナルを解体した上で建設された。 地上11階、地下1階建て、店舗面積約3万2000平方メートル、延べ床面積約9万3000平方メートル。地下1階は、食料品、フロア。地上1階は、バスターミナル、鉄道駅、コンコース、医療品店。地上2から5階は、医療品や、雑貨店などの商業施設。6から8階は駐車場。9階以上は、複合映画館などとなる。 東急ハンズ、静鉄ストア、生活系、シネマコンプレックス、シネシティザートを、各テナントとした。また、隣接地に、静鉄、高城ビルも建てられ、静岡鉄道の本社事務所となり、新静岡瀬ノ場と道路をまたいだ、連絡通路も設置された。改築工事のスケジュール、静岡鉄道本社の静鉄、高城ビルと駅側連絡通路以下のスケジュールは、 発表または報道されたもの。島式ホーム2面3線を有する地上駅。製鉄プロパティマネジメントが管理、運営する商業施設、新静岡セノバが併設されている。改修工事前は、新静岡センターの立体駐車場が覆いかぶさり、高さが低い3番線は、合体河川となっていたが、新静岡センターの建て替えと、 立体駐車場解体工事に伴い、3番線ホームと共に撤去された。電車乗り場は、改修工事前は新静岡センター地下1階に設けられた、出海札口から階段を利用して、プラットホームに向かうようになっていたが、その後、新静岡瀬の場竣工後は1階の高城町側から、ケヤ通り側へ連なる自由通路から段差なく、直接プラットホームに、 アクセス可能な構造に改められてバリアフリーに対応した。静岡県統計年間を呼び、静岡市統計所によると、2019年度の1日平均乗降人員は19,362人である。当駅は静岡市の中心市街地に位置し、静岡清水線全15駅の中で最も利用者が多い。近年の1日平均乗降 乗車自認は、以下の通りである。瀬の場、欅口前にある桜桃子デザインのマンホール街、静岡市静岡市街の中心部にある。新静岡バスターミナルバスターミナル内、新静岡バス停,新静,バス停新静岡バス停、新静岡天満町バス停新静岡三行町バス停。ありがとうございます。